見てみて広報マニュアル。はい、このコーナーでは、マニュア誌が発行してます広報マニュアルの内容について触れていきたいと思います。今回担当は村松さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは村松さん、自己紹介お願いします。はい、マニュア市役所秘書広報課で広報を担当しております村松と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実際に村松さんも現場にいろんなところに行って写真を撮って広報マニュアの方にも掲載されているんですよね。はい、そうです。はい、村松さん、ところで今回6月号なんですが、このロゴありましたかね。お気づきになりましたか。はい、マニュア市は来年の3月31日で合併20周年を迎えます。そのことをこの6月号からお知らせしたくて、ここにロゴとして入れています。もう皆さんにもね、ぜひもう20年来るんだなということを知っていただきたいですね。はい、またですね、表紙、やはりこの時期のこの行事、田植え、素晴らしい写真なんですが、この様子はどなたが撮られたんですか。はい、私が撮りに行きました。これは5月19日に湯原の八代地区で行われた田植え体験で撮った写真です。実際に田植えをされている方々を近くから撮りたいなと思ったので、田んぼの中に入って撮りました。はい、田んぼの中に入るいろいろな方法がありますけど、長靴とかで入ったんですか。長靴ではなく素足で入って撮りました。じゃあこれ写真を見る限り、子どもたちも結構素足で入っている様子なんですけど、村松さんも。はい、私たちも皆さんと同じように素足で入りました。いや、素敵な写真です。それでは中を紹介していきたいと思います。今回村松さん、特集として災害に備えましょうというコーナーが紹介されてるんですかね。はい、今回は4ページで特集をしています。はい、この時期からですね、大雨、洪水、暴風とかの災害が発生しやすい時期になりますので、平時の備えとか災害が起きた時の正しい情報を得る方法とか、そういったところを紹介しています。またその他にも、市政トピックスで、どんな真庭市でどんなことが行われたか、写真や記事で紹介されていたりですとか、知らせコーナーでは、はい、どんなものがあるのかちょっと簡単にお願いします。この時期、やはり保険料であったり、補助金、あとは各種募集などが始まっておりますので、そういった内容を掲載しています。はい、もう様々な講座とかも掲載されてますので、皆さんもぜひこちらの広報マニュアを見て参加していただきたいですね。はい、はい、またですね、村松さん、4月から実は新コーナーが始まっているんですよね。はい、そうなんです。19ページに掲載している簡単手話講座というコーナーを4月から始めています。で、今月は、ありがとうとごめんなさいという手話を紹介しています。はい、私たちも実際によく使う言葉ではあるんですが、手話やってみましょうか。はい、やってみましょう。はい、ありがとうから。はい、ありがとう。そしてごめんなさい。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。とても簡単ですね。そうですね。はい、はい、また私たちのちょっと手話の様子ではちょっとわからないよって言った方は、どこをチェックすればよろしいですか。はい、真庭市の公式の YouTube でも、はい、この手話を紹介しておりますので、動画でぜひ見てみてください。はい、真庭市ホームページでも、この広報誌を公開しておりますので、ぜひそちらをご確認ください。はい、皆さん安心してください。こちらが手元になくても、真庭市のホームページをご覧いただくと、こちら入手できます。というわけで、今回村松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。